スイバ、それから大犬のフグ、タラスのエンドウ、モビル、セリ、ヨモギ、こんなのを積んでいただこうと思います。で、持ち込んできてるのが大分の、椿の花と、それから海岸線の浜大根と、ウニタビラコを持ってきてありますので、明日はそれも足してお料理をしたいと思いますが、今日はね、量のいるもの、皆さんと一緒に、はい、この椿の花の天ぷら、明日食べていただくと、翌日だいたい10歳ぐらい若くなるので、あなたはちょっとね、幼稚園にもう一回行ってもらわないといけないかもです。はい、あんまり柔らかい部分が少ないので、それも食べられるの、はい、これもちゃんと栄養があるんです。で、こんなちっちゃくていいので、こんな感じで積んでみてもらえますか。これは何ですか。これは大犬のふぐりと言います。大犬のふぐりと言います。ちょっと写真撮らせてください。よく見るし、ね、これはなんかでも初めて これ土がつくので別のコンテナに入れてもらって、あ、下やつはここに置くんですか。ここの枯れたやつと爪を使わずに折れるくらいのところが美味しいです。これはほら折れないんですよ、こうして。これだと硬くて、ちょっと上に持ってくると柔らかくて。これはおひたしですかね。花の天ぷらも最高に美味しいです。この花の天ぷらがうまいんですか。美味しいんですよ。これは大犬のほうが、箱べ、箱べ、昨日から準備している野草ちゃんたちがたくさんありますので、では全部これをいただきますのでね、ちょっとだけ紹介させていただきます。ここにありますのが天然の大根です。自然界にある浜大根といいまして、これは海岸にしかないんですね。海辺のところにしか自生しないんですが、上浦という北行き市上浦から抜いてきた天然の大根です。で、花がこのようにつきます。今はもう棟立ちしてほとんど花が咲いています。この浜大根も今日は使っていきます。そしてこれが伸びるですね。伸びるは命が伸びるから伸びるというね、ニンニクよりもエネルギーがいい、優しくていい。で、これも昨日ね、ここで摘んだものなんですね。そしてこれが水場によく似ておりますが、水場と同じ仲間のギシギシといいます。この水場と比べると葉脈が強くて、この葉っぱの立ち上がりが丸いで、水場はここが三角になるので見分けがつくと思います。どちらも腸のお掃除で非常によくて、このまま今日雨なのでいただいていきます。そしてここにあるのが菜花ですが、わからんな、何が交配したやらわからないというね、わからんなのつぼみの部分と花の部分を今日は茹でてからいただきますね。そしてセリ、セリは水辺にあるのですが、田んぼにあるサゼリが最もエネルギーも良くて、味も濃く香りもいいものですね。このセリは根っこを食べていただくのが味噌なんです。根っこを捨てないように、では鍋に入れてもお味噌汁でも和え
これ鬼田びらこと薮田びらこ、まあ、あのどちらも同じように食べられるので間違えても大丈夫なものなんですが、こんな黄色い花が立ち上がってくるの、道端とか藪の中とか、畑の隅などに結構あると思うんですね。これも、春の七草のあたりの時に、今本物の、仏の座がなくなりましたのでほとんどないから、その代わりに使うこともできて、とてもエネルギーも良くて強い植物ですね。これもいただきます。ですから、これはおなじみのカラスのエンドウですね。すごく似ているのに、もうちょっと葉っぱが細くって小型の、スズメのエンドウもありますが、これもどちらも食べられます。で、生で食べるときはスズメのエンドウの方がちょっと味が優しくて甘みがあります。で、皆さんの足元にちっちゃなブルーの花が咲いてると思うんですけど、これ大犬のふぐりというね、ちょっと呼び名がちょっとね言いにくいので、最近は通称で星の瞳という人が増えてきていますので、うちの塾でもこれは星の瞳と呼ぶことにしてるんですが、学名ではそれで出てこないので、学名で図鑑とかで調べるときは大犬のふぐりで調べてください。で、今お餅ついてくださってますけど、よもぎですね。それから箱辺、これが七草の箱辺です。で、これ世界のナズナさん、ナズナちゃんも今こんな棒立ちして種がもうできてると思うんですね。食べるときはこの柔らかい葉っぱの部分とか穂先の柔らかい茎の部分、こんなところを茹でたり天ぷらにしたりお味噌汁に入れたりして食べてもらうといいと思います。あとですね、今棒立ちしてナズナはこんな風に花がいっぱいついてますが、これ根っこごと掘って洗って陰干しをして刻んでお茶にブレンドすると来年の花粉症にとって改善になります。棒立ちしてしまった食用には向かないナズナちゃんもお茶として使うことができますので、今日は柔らかいところでね、天ぷらとか和え物をしていきますけれども、ここも使える部分です。そして皆さんがなんか今日非常にびっくりしてくれたんですけど、椿の花、野草塾に来ていただいている方はもうおなじみなんですけども、この天然の椿ね、ヤブ椿、これがとても薬効があって美味しくいただけて、今日はこれを天ぷらでいただきます。酢漬けにしておいてお寿司のご飯にすることもできますし、で手まり寿司に飾ったりするのもとても綺麗で人気があるメニューになります。で、それから今日はサラダの中に昨日朝もぎ取ってきた甘夏、これも実だけを入れて使っていきます。野草さんと合わせると非常に美味しくなりますので甘夏を使っていきます。この他に夏菜さんのほうれん草ですとかね、お芋さんとかいろいろいただきますので、今日は腸の中がお祭りのようになって非常に喜んでくれると思います。で、いろんなことがあるけれども、免疫がしっかりしていればね、恐れることはないですし、また恐れる風潮を持たないことが健康に一番つながることなので、マスク進行もそうですが、また午後お話しさせていただきます。今日はこんなんでいっぱい召し上がっていただきたいと思います。よろしくお願いします。